3枚目のカードとして入ってきた稲葉から右へ、そしてパスがつながって小手口右サイド上がっていきます。一旦戻してシーダも高い位置まで、稲葉入ってくるときに足立監督の指示も伝えました。新井中ファーサイド決まった。佐々木陽次1点返しました。喧嘩はどうなるか分かりませんが、しかしこうやって1点返していくことが大事です。富山新井からファーサイド佐々木陽次、まあ、ここは稲葉起用して佐々木陽次がまた2列目に入ってと